とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、ここのクエストをやっていこうと思います。デイリーチャレンジ1のレッドストーン鉱山ですね。3だったらよかったんですけどね。報酬はアーティファクトです。ここのアーティファクトは、花火が出るんですよ、花火。花火がね、まだ、一つしか強いの持ってないんですよね。255。で、もう一つを、251で使ってるので、ちょっと強いやつが欲しいっていうところですね。でも、1なので、最大で254か。うん、まあまあ、254でも強いっちゃ強いんで、狙っていきましょう。行くのはこれ。雷の矢筒ですね。あ、254が1つ出ました。なので254を2つ装備してますね。雷の矢筒ビルドでやっていきましょう。それでは行きましょう。初期 HP1 か。で、クリーパーに変わって吸血。なるほど。死なないようにしないとね。で、雷のビルドは、あれだ。変更に弱いんだ。なので、急な変更が来たらちょっと死んじゃうかもしれないので、一応注意していこう。うん。まあまあ注意しようがないんだけどね、こんなガシガシ進んでいくと、どうしてもやられるのよ。変更が来た時が。うん。でもまあ一応、ね、頭の隅には置いて、変更が来たらすぐに攻撃をやめる。それをね、覚えていきましょう。あと、トロッコに引かれない。だね。引かれたらワンパンで死ぬからね。お、いるぞ、これ。何？おーし。固まった。脅威1。まあ、別にね、アーティファクト狙いの時は取らなくていいよ。うん、実際ね。全然取る必要はないんですけども、これは、取ってるっていうことで、普通は取らずに行きましょう。アーティファクトがね、やっぱり強いやつが欲しいじゃないですか。なので確実にクリアした方がいいので、旗は基本的に取らない方がいいと思います。うん、これはちょっと動画のために取るんですけども、本当は、とにかくはあんまりないかな。うん、楽しんでやるときはいいけどね。でも、アイテムが欲しいときには極力ね、ただただクリアだけを目指したいところ。あー、エボーか。やば。危ね危ね。まあ、矢は全然持つね。持ちます。で、忘れてた。武器の、フロストサイスか。このフロストサイスのエンチャントをね、ダイナモ入れようと思ってたんだ。あ、違う。これじゃないわ。これただ流れ込む魂だ。うん、ソウル系のやつプラスダイナモで、使っていこうと思ってましたけども、まあまあまあ今度つけとこう。やっぱダイナモがあるとね、緊急回避みたいな感じになるので使いやすいんですよね。うん、でも流れ込む魂は絶対必要なので、このソウル系になっちゃいますよね。うん、ならサイスが一番無難かな。うん、攻撃力も上がったしね。あ、攻撃力は上がってないや、素早さか。攻撃速度が上がったので使いやすくはなってます。お、結構いるかも、これ。嬉しいね。やば。あぶねー。いやー、通常じゃなかなか倒せない。何？モブ HP 150%きつい。いや、これ減らせないな。これちょっと減らせないな。いや、完璧ハマったか。攻撃してきませんね。いやー、150% 辛いなー。特にボスが倒しにくいかもしれないね。ちょっとボスの時には、最近、まあ今日からだけどね、結構使い出した武器を使っていきましょう。脅威3に HP150%。これは結構敵が死なないぞ。中間地点過ぎました。あと1体キャプテンを探していきたいね。って結構ね、マジで敵が死なない。
この雷のね、超火力だから、まあまだやっていけてるけど、普通ではちょっと厳しいかな。あ、いないね。行きましょう。別にもう矢も必要ないし、あとキャプテン探しながら行くだけだしね。できればもうここまで来たら出てほしい。うん、キャプテン、ここまで来たらもうあと2体ぐらい出てくれ。でしかもかなりえぐいやつちょうだい。自分の攻撃力が 60% 減るとか、もうそういうのでいい。そういうやつをください。いや、ボスか、ボスだ。あー、仕方ないね。ならば、武器を変えていきましょう。ツタノムチですね。ダイナモとアーティファクトシナジー、そして虚無が入ってます。で、263の、ダイナモなのでかなり攻撃力はアップしますね。なんでこれを使っていけば多分ワンパンでいけるんじゃない？うん、あ、ドラ使えばワンパン。あ、いや、ドラなしでもこれワンパンでいけるでしょう。うん、こっちのね、攻撃力が若干、まあ、下がってるっていうか HP が上がっててもね、余裕余裕余裕、まあ、こんなもんすよ。はい、では報酬見てみましょうか。出てきてくれるかな。問題、ああ最後の最後に、しゃあないですね。行きましょう。ポーションバリア使った気でいたんだけどな。じゃ、見てみます。頼む、花火。それではお願いします、花火。なんでだよもう。はい、それでは戻ってきました。出ませんでしたね。でもまあこのね、雷の矢筒、稲妻の矢筒か、これがね2つになったことで結構強くなったね。前は251で、ダメージが27万ぐらいだったかな。若干ね、ほんと若干だけど、もうダメージが増えてます。それで結構違うと思うんだよね。だって一発で、雷ダメージが、55万9千か。うん、56万だよ。これはやっぱ強いよね。うん。やっぱ251で撃つと、こうはならないし、やっぱりこのね、雷フォーカスが強いんだな。うん、雷フォーカスなければ、もうちょっと、ダメージは低いと思います。うん、31万7千。あー、やっぱりね、75% アップは優秀すぎる。これにね、まあ、遠距離のダメージが入るやつ。弓兵のアーマーとかか。弓兵とかになって、さらに雷フォーカスを入れると、稲妻の矢筒ビルドはもっと輝くのか。はいはいはい。あ、相当ダメージ上がるかもね。でも、俺の旧兵は確か、あ、入ってるわ。入ってる。でも、黄金がダメだけどね。どれぐらいダメージいくの？ちょっと装備して撃ってみましょうか。普通に雷ビルドだけのやつだったらば、56万だけども、旧兵で撃つと、あ、一緒？あ、一緒だ。ダメージ変わんない。あ、遠距離ダメージが入るかなと思ったんですけども、あ、通常のダメージは上がってんのか。通常の方は上がってんのか。雷のダメージは一緒だけども、普通に撃つ方が、あ、あー、なるほどね。通常の弓のダメージが上がるんだ。あー、なら、弓兵じゃなくていいや。はーい。まあ、とりあえず、今日は花火出ませんでした。またチャレンジしていきます。それでは、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。